海大21期。最終階級は、海軍中将。山形県米沢市出身。山形県立米沢中学校、海軍兵学校卒業。条約派の一人。旧米沢藩の農家に生まれる。山下玄太郎、黒井定次郎、南雲忠一ら同郷の先輩と同様に、米沢中学より、海軍兵学校に進む。米沢海軍部官会会員。 海三38期での卒業席人は149名中4位。海三38期で恩師の探検を排除したのは、主席、自席の2名のみであったため、恩師を逃す。海三38期は、戸塚道太郎、栗田武雄、福田良造、杉山六造、三河軍一、後藤存次ら、太平洋戦争で、司令長官、司令官を排出したクラスである。 1916年、海軍大学校専修学生を卒業。いわゆる、航海屋となる。不設艦、価値力航海長、解剖艦、秋津島航海長、第三艦隊参謀を歴任。1923年、海軍大学校講習学生を卒業。横須賀鎮守夫婦、河井王法艦、平艦長、出資、アメリカ駐在。 アメリカ大使館府武官補佐官を歴任して、1927年12月に海軍中佐に進級し、1928年4月に基調を命じられる。潜水母艦長芸副長、出資、海軍省人事局第一課局員、出資を歴任して、1931年12月に海軍大佐に進級。 ジュネーブ軍縮会議図員アメリカ大使館府武官、海軍軍令部第三部第五課長、戦艦、山城艦長を歴任。島事変の増援部隊として1937年10月20日に、第四艦隊が急遽編成されると、初代参謀長となる。同年12月1日に、海軍少将に進級。帰国後、1年2ヶ月間に佐世保陳府参謀長を、 勤めたが、1939年11月に、観光方面特別根拠地帯司令官となり、再び大陸に出た。翌年にも上海特別根拠地帯司令官へスライド。1941年5月に帰国するまで、大陸方面での陸戦、様子公警備を指揮した。小林の人となりを言い表すときに、猛将と呼び表わすことが多いが、その評価は、 大佐時代から少々時代にかけての中国大陸での活躍で確立されたと言える。逆に太平洋戦争中には実戦を経験する職から離れていた。開戦半年前の1941年6月に水路部長となる。10月の定期昇進で中将へ昇進。水路部長は少々の職分であるため地位を公認に譲って、 大阪警備府司令長官となる。軍事物資の生産、大量の人員徴収、東京神戸間の航路確保と事務処理に追われる身となる。この警備府長官時代は1943年3月まで続くが、この間に選挙区は逆転しており、猛将でもある小林にとっては不満が鬱積していた時期でもあった。1943年4月、小林に 待望の最前線勤務が命ぜられ、内南洋防衛の主力である第4、艦隊司令長官となった。小林は、トラック干渉に進み、連合軍の機動部隊による、ギルバート諸島、マーシャル諸島への警戒を強めた。就任間もない新山の長官でありながら、歴戦の近藤信武第2艦隊司令長官。 小松テルヒサ第六艦隊司令長官と連名で、着任間もない子が峰市連合艦隊司令長官に、内南洋の作戦及び防備の意見具信を行っている。このように意気込みは強かったが、1943年11月に、マキンの戦い、タラワの戦いで両党を、疾患、6回に及ぶギルバート諸島を航空戦も、空振りに終わると、采配が鈍り出す。 急巨増橋を図ったマーシャル諸島の防衛も軌道に乗らないうちにクエゼリンの戦いが始まってしまい、1944年2月に陥落。潜水艦停泊地とマーシャル諸島最大のルオット島飛行場を一挙に失った。内南洋の一大拠点であり、日本の真珠湾とも呼ばれたトラック干渉への攻撃も間近に迫る中、 2月10日に連合艦隊司令部をパラオ諸島に構想する。トラックでは敵航空隊の迎撃態勢を整えたが、小林はなぜか16から17日に警戒を緩めさせた。米軍第58任務部隊の襲来は、たまたまこの小林の再配ミスと重なってしまい、17日に成功を収めた。地上施設を破壊されて基地機能を喪失したのみならず、 残存した商船はことごとく撃沈され、沈船のために白地としての機能も完全に失われた。海軍では、この空襲を小林の判断ミスによる被害とみなし、海軍庁事件と称して小林の弾劾に踏み切った。この失態の責任を問われ、空襲の2日後に第4艦隊司令長官を更迭され、5月30日に退命。 その翌日31日に予備役編入という形で海軍を追放された。小林の悲運は終戦直後にも訪れた。1943年10月、第4艦隊艦区のウェイク島で捕虜虐殺が行われた事実が発覚したためである。空襲と艦砲射撃を受けたウェイク島では上陸船間近と判断し、 堺原茂松第六十五警備隊司令は、捕虜100名の銃殺を実行したものである。堺井原司令は、先般として、死刑判決を受け、1947年に処刑されたが、堺井原の上官として、小林も監督責任を問われることとなった。判決に基づき、講和条約成立による仮出どころまで、小林は、菅も拘置所に収監された。 戦後、海上自衛隊幹部学校教官を務めた、竹下高美が、トラック島空襲についてのセッションで、事前警戒の不備問題について、次のような証言をしている。竹下、トラックとか、テニアンとか、サイパンあたりは、意識の問題もあると思うんですね。同時にやっぱり、さっき言ったように防備施設というようなものは、中央の問題もあると思うんです。私は、 戦士部におります時に、小林中将に2回ほど、何とか聞き出そうと思いまして、お話伺いましたけれども、トラック空襲については一言も喋られませんでした。そのことから、太平洋方面の海戦の中では、千人防空戦闘機隊の不在、所在航空機部隊の不明確な指揮関係、多数小戦隊の在パックなど、むしろ連合艦隊司令部あるいは、 大本営海軍部が、事前に適切に処置すべき問題が多かったように、思われる。という表現になったわけです。太平洋戦士研究部会報告第3回、セッショントラック空襲、太平洋学会史1987年4月 P561977 年8月7日死去。去年87。ありがとうございます。